はい、X ランバとエントリーまだの方いませんか。そろそろ大会やります。大丈夫ですか。はい、 NVC ランバと NVC ランバと合ってるっけ。 NCV、NVC どっち分かんねえやNVC 合ってる。ランバと第3土曜日大山ニュートン参加エントリー。パッと見た感じ、俺が見た感じ金子以外エントリー終わってる風。俺が見た感じだと金子以外はエントリーが終わってるはずなんだよ。どういう感じだろうね。ですね、パッと見た感じ、ね、金子以外はエントリー終わってるんじゃないかなと思われるんだけど、さあそろそろエントリー締め切ろうかなと思ってますがいかがでしょうか。あとあれだね、中島くんもエントリーしてないね。あ、そう。いやね、もうね、最近のね、一つのあのエントリーはね、そうエントリーしてくださいとかそうじゃなくて、今みたいな感じのがいいんじゃないかなと思うんだよね。どうせ出んでしょみたいな感じ。ちょっと名前名指しでプレッシャーみたいな。ほら来た、ほら来た、ほら来た。こんぐらいの方のがね、ちょっといいんじゃないのかなと。そうですね、ですね。さあということで、パッと見た感じこれで何人な。いや、吉尾と花丸木、花丸木あいつ何使うんだっけ。龍、フェイロン、龍、多分龍だな。昔フェイロンになった気がするけど、花丸木龍ですね。龍、この前立川で。あ、そうね、普通にほとんど龍でしたね。ガイルも使ってましたけど、キャラ愛ですと言ってました龍が。ふざけん、あいつフェイロン使った時期あるぞ。あいつだってフェイロン、マジっすか。だって帝の2オンでみんなあれだもん、野口くんとフェイロン、フェイロンで2オン出てる時あるもん。そんな初っ端は龍だった。2回目の時にあれ龍じゃん、フェイロンキャラゲーしたんだみたいな感じの。もう何年も前だけど、そういう覚えがある。はい、ヒデはしてある。あ、ヒデ来ちゃったね。ヒデ間に合わないように始めるはずだったのにね。ヒデ間に合っちゃいましたね。ちょっと待て、お前それ、まあ、それ待てよ。それ圧倒的にさ全員的だよ。タイトルホルダー VS 未完者だと、それ俺しかいないじゃん。一人ですか、マッツンさん。マッツンさんだけですね。それまずくない。それだと組手にただの組手ですが、それまずいよ。年齢って分かれるでさ、年齢だって真ん中ら、多分このメンツだと多分真ん中40だよ。そんななります。いや、なるでしょ。パッと見ながら40オーバーのが多いぜ。
40以下、40以下が今ヒデ、シャル、え、言われるとヒデ、シャル、バイパ3人、4人、4人のヒデが一番若いのかな、うんの5人って感じですね。6人、7人、7人、40以下7人、40以下7人、7人で40以上10人で、どう見ても41にすると、41にするとあれだから、俺が下に降りれるね。じゃどんだけおっさんなのおかしいですね。始めた頃は20代だった気が僕もするんですが、ちょっとまあこれさ、わかんねえからさ、まあメインと思われるやつあるでしょ。はい、メガネドラゴン、俺そしたらコンタクトだよホークでしょ、竜でしょで、この人 SDU かで、サガットのこいつ最近チュンリーか、お茶丸バイソンだっけ確か、今バルガン破天荒竜のニアホンダ、ガイロ多いな、ガイロ多いっすね。だってここにさらに吉尾くんでしょ。吉尾さんは何をしてるんですかね、上で。あ、じゃあ来るんでしょうね。いや今たまわりたまわしがやようと思ったんですが、たまわりが圧倒的に多かったわ。たまわり多いですね。圧倒的に多かったわ。眉毛ありと眉毛なし、眉毛ありと眉毛なし。眉毛ないのでバイソン以外誰がいいんだよ。ガイルとかない。あ、ガイルとか、え、ガイルないんですかブラスターもない、ラベス、GDJ ない、テクトないけど、あんまりいないね、キャラがあんまりいない今日は。なんかうまくばらけさせる方法がないね。あ、来ましたね、吉尾さんが。名前の一文字目が50音で、あから生でが10音、はい、したら、グッチさん、グッチさんと、グッチさんと破天荒さん、グッチさん、破天荒さん、花丸木さん、花丸まだいねえや、ヨシオもまだいねえや、あ、え、ヨシオいる？ヨシオ、さっきもいましたね。カウンターに大集合、大集合、ガイル使い、竜使い、いや、俺確かガイル使い、みたいな、自称はアウトです。誰から見てもガイル使いと誰から見ても竜使い。来てください、カウンターまで。大至急。これから5数えるまでに来てください。数えるまでにカウントダウンごとにピロシグの毛が抜けます。俺なんすか俺ただの可愛がり。ストレス解消道具みたいな。まあそうなんだ。いや、それはとりあえず今は今日どういうルールでやるか考えてます。
はい、とりあえずね、いや、あのガイルがね、4人いるはずなんだよ。で、リュウも4人いるはずなんだよね。ガイル4人、ガイルが、吉尾、金子、中島、ネロ、4人集まれ。あと、リュウ。リュウさん、今日はね、あれなんだよ。北斗の、ね、盛り上がったのもあって、あの時間が押してっから、ちょっとなるべく早めで、そうですね、パッとできればね、15分ぐらい終わらせたいはいよはいよ、はい、ガイルスカイ集まってくださいな。ガイルスカイとリュウスカイ、ガイとリュウ、ガイとリュウ、リュウがグッチさんとウチさんと破天荒さんと花丸木さんと、あとミスター石駅さんかな。山本さんは中2でいいんだよね、はい、中2でいいんだよね。はい、じゃあリュウ、リュウ S、 リュウ、リュウ S、 リュウ、はい、ガエル来て。じゃあガエル、ガエル使いで、ガエル使い4人でグーパーで2組に分かれるようにグーパーしてください。分かれるまで一生そこもグーパー、終わるまで来ないでいいです。リュウ、リュウ使い、リュウ使い4人、花丸木さんとグチさん、破天荒さんと、あと一撃さん、一撃さん、一撃さん、もうもうここの4人で、ここの4人でリュウ使いでグーパーしての2組に分かれるまで一生グーパーやっててください。あの終わるまで話しかけないでください分かれた、決まった、決まった、ガイル使い決まった。はい、じゃあガイルパーの人、はい、リュウパーの人、はい、じゃあチーム、リュウグーの人、ガイルリュウの人、はい、あのさ、集まって、はい、チームで、したらじゃあ、あのガイル、ガイル流、そっちと、あとこっちの4人とこっちの4人、代表決めて、じゃんけんでもなんでもいいから代表決めて代表決まりましたか、代表決まりましたか。そうですね、明日は北斗も大会があるとのことで、今日は前夜祭なのかなをやってるっぽいということで、かなり決まりましたか、人が多いですしたら、じゃああれですね、じゃんけん、代表者同士でじゃんけんしてくださいな。代表同士、最初はグー、あ、じゃんけん、ほい、はい、これ、しょ、はい、勝ったのはミスター・ジーキーさん。そしたら、じゃあ、まずね、うまいことちょっとばらけさせたいので、チュン、そしたらね、まずは、じゃあ、ホンダが2体いるので、ピロシホンダかニアホンダか、どっちか取ってください。ニアさんで、はい。まあそれはそうなりますね、はい、で、ということでピロシホンダがグッチチーム、僕は、あ、そういう感じなんですか。グッチチームがパーかな、パーチームだね。じゃあ P と G で書いていきましょうね はい、したら次が、チュンリーが、チュンリーがあれだね、1、2、3体いるから、どっちかがチュンリー2体になるね。じゃあじゃんけん勝った方がチュンリー2体、一応ね、チュンリーがねってなっちゃうから、それはそれはずるいのでそれはずるいので、まあ、セオ君取ったらチュンリー一体側、セオ君捨てるんだったら、まあ、ヒデと山本君がもらいます。セオチュンリーを取るか、セオチュンリー二人、さあはい、したらじゃあ、したら次が、他複数キャラいるキャラは、あ、複数キャラいないね、複数キャラいないけど、いないですね。とね、じゃあチュンリーが1体足んなかった、じゃあ2体取ったので、じゃあグチさんが、とさあ青木サイクロンザンギーか、シャル君のバイソン、バイパーさんホークか、チャボーズさんサガット、お茶丸バルログマツンケン、どれか。まあそうなりますよね。はい、したらじゃあ一撃さん、はい、じゃあこっからもリセットでじゃんけんし直しましょうね。最初は今これで五分組じゃない、一個少ない、あ、じゃあもう、じゃあもう一回だけあれか、一個グッさん決めてからじゃんけんか、うん、どうって1、2、3、4、1、2、3、あれ3体しか、 P が3、あ、そうだね、はい、じゃああとは残ったのじゃんけんで、
さあ残ってるのは青菜と青菜茶坊主お茶丸。ガエルってさ、どっちがどっち？ガネコメロン。これ牛は一撃さんの方か。さあ残ってんのがあと2体か。違う、今冷静に思ったらこれあれじゃん、片っぽ1人足んないね。うん、片っぽ一人足んない、片っぽ一人足んない。え、片っぽじゃあ店員さん、はい、あーそうですね。じゃあなんだっけ、今これであと2体か、サガットかバルドグかじゃんけんで勝った。バルドグかサガットか、バルドグ、そりゃそうですよね。はい、ということでじゃあ何人だ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ということで G の方に店員さんバルログ、はい、ということでチーム決まりました。はい、じゃあじゃんけんでワンピーツーピーター決めちゃいましょう。最後のじゃんけんです。はい、こうでしょ、勝った。1人1キャラ、1キャラでいいんじゃないですかね。2キャラ使わせます、時間的に大丈夫、ツービーカーで。はい、キャラはえキャラは固定じゃないですか多分。じゃあ2キャラで2周させるかね。そうだね、2キャラ。カブセアニンスと多分ね、すごい寒い感じになると思うから、先に順番が決めちゃった方がいいかなと思いますね。なんで1人2キャラなんで、とりあえず順番だけ決めて、その1キャラ目2キャラ目はもう本人にもう出た時に決めてもらえばいいんじゃない、そんぐらいはかぶせればいいんじゃないの、もう好きなように順番だけリーダー適当に1周目2周目変わらない感じで、まあ一周してそのままもう一回一人目に戻ってな感じになるので、順番は一周目と二周目で順番変わるとかないです。そのまま先に相手の20キャラを潰したら勝ち。あれもしかしてもう配信とかいうなんかよくわからないシステムが始まってる、あれ始まってた、あら順番10人さ、え、うん、そう、はい、じゃあ順番決めて、順番はもうリーダーの偏見で決めちゃってください。誰か足んないとかやめてね、それ見ながら適当に。ボールペンって持ってますよお互い、ボールペンなし、マジックのがいい。上の段対下の段ってね、上の段と下の段はね、上の段のキャラクターがね、前やったやつですね、圧倒的に多すぎてちょっとバランスがよろしくなかったので、もうめんどくさくなったから。今日は竜とガイルが多かったので。そうだね、竜もガイルもね上の段だからね、はい、両方上ですから。でなんだ、これってはめどうすればいいの、はめられない状況になればいいんです。あとね、あれですね、最近のゲームと同じような感じで、皆さんね、なんかこういう状況どうすればいいのみたいな感じで答えがあると勘違いしてらっしゃいますが、なったら終わりです。ならないように立ち回るのが正解というのが答えですね。若干皆さん甘えてらっしゃるようで、なんかね、必ず答えがあると思ってんだ、ねえから、うん、ねえんだ答えは、もう死亡、なったらなった方が悪いという感じなので、ミスったら生きてられる可能性もあるということで、まあ、むしろねバルログ使ってそのままの状況になるのが悪いだろうっていう感じの、まあ、バルログじゃ全キャラ割とその状況だったら死ぬんだけど、
まあそうですね、誰だた、おそらくバイパーさん対誰かでのコメントだと思いますが、そうのね、よくね、これってどうやって返したらいいんですかとか聞くけどね、ダブルで回しております。のポニー、ポニーさんに僕がよく聞いた話ですと、はい、こうやってどうやったら返せばいいんですか、んなボタン6個全部試しゃいいだろう、え、6個ともダメだった場合はどうしたらいいですか、ダメってことだよと要するに第7の選択肢ですね、返せないと、要するにその状況に しなければいいという感じですね。まあそれは僕よくね教わってまして、確かにね、もっともかなっていうところありますね、まあ、必ず答えがあるっていうふうに思うのはね、全ボタン試すは本当大事かなと思います。そうですね、何かで落ちるんじゃないかとか、落ちない落ちるものもやっぱあるので、で落ちない結果落ちないチュンリーの飛びがあったりしますんで、まあでもね、同じボタンで本来そのままだとダメな状況でもちょっと踏み込んでからとかちょっと下がってからとかで返せる場合もあるので、そうですね、遠距離、だからいろいろなこと試しなさいとね、な感じです。さあということで、もうそろそろあれかな、順番が決まるんじゃないでしょうかね。さあ順番が決まったらサクサクやっていけばいいんじゃないかなと明日明日ですね、エクサ、ごめんなさい、違う店の宣伝でごめんなさい、違う店になるんですけど、やるので、当日、エントリーをする方は、朝11時、朝11時までにエントリーしに来てください。その当日枠っていうシステムのせいで、僕は朝10時、いや、9時半ぐらいに行かなければいけないという、なんで当日、もういいじゃん、事前エントリーだけで、みたいな。当日読めませんね、誰が来るんでしょう。はい、なんでしょう、なんだコメント、アスロ大会の注目カードなんですか、それは明日になってみないと分かんないですね。ゼロ回戦ありますからね。そうそう、当日が誰が来るのかっていうのが情報はちょっとあるものの、パッと見た感じね、事前で知ってらっしゃる方はいると思うんですけど、もう ABCD ブロック全16事前エントリーチームのトーナメント表発表されています。今のところ B が一番荒れてます。荒れそうですね、自分がいるとこですね。 B がね、いやー一番なんかどこが抜けるかが、他のね A、C、D はまあここだろうなみたいな感じのがね妥当な感じになってるんですよ。 B はちょっと難しいなと。そこに当日ですね、で当日枠が A と D なので、だから入ってきてどうなるかですね。まあ、逆に言うと C 以外はまあもうどうなるか分かんない感じですね。 C は結構ね、まあまあまあみたいな。パーチームは決まりましたね。さあパーチームパーチームでいいのかな。そうですね、パーチーム決まってるんですね。グーチーム決まりましたか。はい、 2P 側グーチームと 1P 側パーチーム。さあ何がグーだかパーだか分かんないと思うので、同じの2キャラでもいいですよ。同じの2キャラの場合はあれですね、参加費2倍ですね。えいや今聞こえないように言ったから大丈夫。聞こえないように。えっ、吉尾さんと花丸木さんがですね、参加費出さずにうっかり出ようとしている流れが、あ、花丸木くんはすぐに払いに来ておりますが、さすがです。あ、吉尾さんも来ております。100円、ありがとうございます。ですね、グーとパーで決めはしたの。吉尾さん今奪いました。吉尾さん、いたよ。グーの方に、うん、さあ、ということで順番決まったようなので、さあ、チームとりあえず発表していきましょうね。P ってどっちだ、グッチか。グッチチーム、1P チームが青木サイクロンと、バイパーで、グッチピロシ、チャボーズ、マッツン、破天荒、セオ、ネロ、カネコ、以上です。ザンギ、ホーク、リュウ、ホンダ、サガット、リュウ、ケン、チュンリー、ガイルという感じです。2キャラ目は何でもいいですよ。むしろ1キャラ目、2キャラ目決めなくていいですよ。そこだけはかぶせても構いません。え、あ、竜使わなくて、嘘。いや、何使う気だろう。グッチさん、明日大会ですが、
いやまあグッチさんまあ相手キャラによって、まあ、その試合だけを勝ちたいのであればありなんじゃないでしょうかね。さあとりあえずそして 2P側ミスター一撃チーム、ヒデ、チュンリー、シャル、バイソン、ね、ミスター一撃、S 流、山本、チュンリー、お茶丸、バルログ、で、ニーヤ、ホンダの中島、ガイル、吉尾、ガイル、花丸、木、龍で、謎の店員、バルログ。あ、バルログなんすか。バルログだった、はあ、謎の店員、バルログ。さあ、下じゃん、今あれでやってんのは誰と誰だ。赤いガイル、赤いガイルはどっちでやるんでしたっけ。こっちでしたっけ。壁側じゃないの。あ、手前なの。手前でやる。バイパーさんとじゃあシャルさんの今のその試合で終了。終了で。むしろ今終了。金枝ばっかだけど。誰だ誰だこれ、マジで。誰かに変なものつけられてます。何これ。来てるクマ。何来てる。まあおそらくニーヤさんかと思いますが。したらじゃあとりあえずもうそれで2キャラ目はもう、いや1キャラ目2キャラ目もうクソもなしに、とりあえず当たってからの相手キャラを予想して、まあ初っ端の1人はかわいそうだね。いや何でもありでいきましょう。その代わり2キャラ、グッチさん例えば竜じゃないですか。グッチさんが竜使って1体目で、2体目にグッチさんが竜使うのはありですけど、グッチさんが1体目に勝ちたいだけでブランカ使ったとしますよね。で2体目もたまたま組み合わせ上勝ちたいだけにブランカっていうのはなしです。サブキャラに2体同じキャラはダメ、メインキャラ同じキャラ2体はあり。だから青サイさんがのザンギー2体は相手がダルシムだろうとガイルだろうとバルドグだろうとありけど、いやダルシムやバルガイルはさすがにザンギじゃきちいよみたいな感じで、竜とか逃げた場合は竜2回逃げるのはなし。例えば竜だから青サイさんが竜使って青サイさん2回目がガイルとかそういうのはあり。サブで同キャラはなし、メインキャラは同キャラあり、なぜならメインキャラだからそのままだけど。まあ、要は1回そうだ、そう、サブキャラでさ、タガがかぶせてその試合勝ちたいだけとかさ、脱せえじゃん。1回はメインを使ってくれと。そうですいうことですね。まあ別に使わなくてもいいけど。あ、まあ使わなくても使わなくてもいいけど。それこそあれですよ、昔のジャイアンの悔いが残るぜってやつですよ。あれですね。そうです。あれはユウさんが勝ったんでしたっけ。勝っちゃいましたね。まああの大会もくだらない大会でしたな。悔いが残らなかったってことですね。さあ、まあ、新岩さんはね、まあ、ホンダってなってますけど、まあ、竜と剣使っても構わない感じですし。なんで俺がザンギに、ホンダで、ホンダにザンギないの、変態でしょ。そんなやついないだろ。いや、落ち着く。カッキーぐらいだよ、そんなの、喜んでないの。あ、ちゃん、どっちも頭おかしいやつばっかじゃないの。さあ終わったかな。じゃあバイパーさん申し訳ない、席立ってもらっていいかな。グッバイコンピューター戦。さあもう終わった。はい、じゃあじゃんけんはもう終わってるので、 1P2P チームは聞いてるかな。リーダーはミスター一撃さんとグッチさんなので、それぞれ自分が 1P チームなのか 2P チームなのかを確認してください。ヒデなんでこっちに行くんだよ。リーダーに確認しに行けよ。はい、でチームメイト、一夜限りのチームメイトです。本当ですね。頑張ってください。仲良くしてください。こういう風にね、チーム組んだ時ぐらいは普段ね喋んないやつでも喋ってくださいそう1日ぐらい、しかも大会の間の小1時間ぐらいいいだろうみたいな感じでね。俺は喋んないけど喋ってるじゃないですか今。あ、まあこっち側でということ で、ね、まあ今日は吉尾さんもいますんでね。そうですね、さあ喋ってくれるでしょう。さあじゃあ一人目は確かネロさんと、あと誰だっけ、向こう側は決まってんのかな。じゃあ座ってOK かな、準備は OK かな。準備 OK だったら間ね、ちょっとごめん、シャル君そっち準備 OK？ OK？ こっち側、青崎さんこっち側準備 OK ですか？OK ですか？
あ、OK みたいです。はい、はい、したらじゃあ第3週土曜日通算1024回 NVC ランバと大山ニュートン参加20人で10対10の2周するの20チーム20人潰したもん勝ち。東西線、紅白線、グーパー線、南北線、いろいろ南北線で始めましょう。じゃあ始めてください。いやね、実際1024回やってないと思うんだけどそんぐらい大きくした方がちょっとなんかえ、そんなにやってんのみたいな、うっかり騙されてくれないかな。今一瞬軽く固まったんですけどさあ、初っ端あれ、S リーダーチームリーダーいきなりリーダーの一撃さんとネロガエル、ネロガエルですね。これね、S リューとね、S、ガエルってね、結構意外とガエルきついんだよ。あ、そうなんですね。なんかね、対空通過って落とせない場合があるんだよね。あの S キャラ特有のあのうんこみたいな通常技のせいで、先端あたりのやつですかね。そう、 S キャラはね、ずるいよね。さあ、タツマ、おい、よく反応したさあ、竜巻旋風脚が X に比べて1回転少ない S。 あ、そうなんですか。少ないです。え、中今大じゃなかった、大が1回少ない。あ、確かに早く終わってますね。大竜巻だけか。そうそうそう、なんかね、吉尾さんがうんこと言っております。そうですね、間違いないですね。僕も基本的には隠さないで言っていきたいと思います。僕も基本的にはね、S キャラ、あ、ネロさんがしっかり、ネロ頑張った。さあ、まずはワンピー側一人抜き。ネロさんも最近強いですから、負けはせぬこの友の形見にかけてと。生きてましたけどね、なんとか生きてましたけどね。なんか今はあんな姿でファイブにやってるんですか、はい、洗脳なんすか、あのキャラは、うん、さて、あれが、でもさ、洗脳されてなくない、なんか変なさ、変なあの金髪の長いやつ、あれコリンなのか、なんか誰かに助けられてるストーリーじゃなかった、うん、ストーリーモードだけあのアーシェで僕ちょっとやりましたよ。だこれ 2P 側は花丸木の竜ですかね。さあ、スパホー勢、今は何勢なんだ、今はウルホー勢じゃないですか、消費税ウルホはやってない。さあ、ダッシュバンジー、スト5もそんなにやっていないとこの前言っていたので、スト4勢でいいのかなと。こんばんは、こんばんは、誰かわかんないけど誰かわかんないけど、わからない、こんばんは、わからない、英語で語ってもらったので元気よくさあ、いい飛び見しているさあ、竜巻が出なかったですかね。投げてさ、いや、あれ上手くなってね、この子、いや、あの相当上手くなってましたね。昨日も式でいたんですが、ビターで真空食らっちゃったよということで花丸勝利。さあ、1対1、これこっちにさ、順番表ないの痛くない？そうですね、ちょっとなんかささっ とかちょっとピロシーな、盗み見て帰ってきてよ、盗み見て帰ってきますか、うん、はい、なんかこれで、はい、かしこまりました。ペンとかあんのエボジャパンの話してください。いや、ごめん、興味、いや、以下略危ない危ない、いや、わかんないです、わかんないです、なんまだ話していいことだいけないこともうあるだろうし、そもそも以下略な感じなんで、はい、ごめんなさい、まあ、いいんじゃないですかちょっと今ね、あれですよ、僕と吉岡ちょっと黒い話題を一周してしまいましたが、さあ、ナッシュはそうですね、いつも死んでますね。まあ彼は死ぬのがよく似合う感じのキャラクターなのでじゃあゼロスリーがあれですかね、違和感全開ですからね、生きてちゃやべえみたいな。さあ、花丸木が、花丸木の久々に見たけど、なんかあれだね、太ったね
や、それで今ダイエットしてるらしくて。あ、そうなん。今日さっき昼飯一緒に食ったんですけど、うん、やったらご飯を食わないで料理だけを食うっていう。あ、そうなん。そういう今ダイエットしてます。運動した方がいいよって言ったんですけどね。トモイズバック、あー、シンガポール。ほんとね、トモ君はね、あれだね、仕事の都合、仕事での行ってるから、もうしばらく帰ってこれないね。しばらくさ、どんぐらい。この間でもサクッと帰ってきましたけどね、その、まあちょこっと週末だけ、うん、帰ってこれかもしれない。基本的にはね、なんだ、あっちのあっちで、まあ割とちょっとね、重要なポストがあるので。でもね、5月のね、かける5にはね、シンガポール地帯でなんか、あ、シンガポールチームで出たいだか出たくないだかみたいなこと言ったらしいので、まあ期待ですね。シンガポールもレベル高いですからね。さあ、ということで、金子が、金子くんです。これさっきまでね、ランブルでやってたんです、この2人を。さあ、花丸木がネロに続き破天荒も激化し、金子、福山、福山、あー違う、ノーノーノー、あー、金子、花丸木、それ茶色い竜イコール福山くんって勘違いしちゃうのか。福山さんはあれですよ、こんな丁寧じゃないですよ。そこら辺ちゃんと動画でも見てれば分かるレベルで明らかに違うと思いますが、ですね。浜崎もストフォーの下がったとどっちかといえばやんちゃ系なんですけど、一つやらせるとやっぱり丁寧になりますね。うん、さあ、まだ壁さ丁寧だったもんな。さあ、シンクパナしてイーグルは適当に発動してくる。さあ、サマー打って金子がしっかりざっくり。さあ、謎の店員 X。 さあ、謎の店員 X、 キャラクター見てから変えるという。いいですね。僕もこのスタイルは見習っていきたいですね。さあ、剣とか使ってらんねえからな、正直。あんなキャラ。さあ、上から、もう思いっきり高尾でしたけどね。と刺さって刺さって刺さって、さあ、なぜかソニック逃げて、あとスライディング一発相打ちでもやってりゃドスッと、お、飛ぶかね。おお、めくり。まあ実際バルドグ使いに言わせると、あのめくり相当見づらいらしいですね。バルドグ使いに言わせると、いや、つうかめくられるバルドグが悪くないですか。何余ったれたこと言ってないですか。そうなんですけど。はい、まあ、お前そんなキャラ使っといてめくり見えないとか、そんなわがまま言うなって、まあ、そうですね、めくりぐらい見えないキャラじゃないと。そう、むしろ確かにこっちも見えねえよと。さあ、謎の店員、うわー、投げる。さあ、確かにバルログがめくり見えないで、こっちのが見えねえよと。それはそうですね、間違いないです。そうですね、コンボ入れづらいというか入んないですからね。さあ、これは山本さんかな。山本さんは本物の山本さんだったんだろうか、それとも例によってほぼ山本なのか。ほぼってどんぐらい山本なんだろう。家系ラーメンぐらいじゃないですか。え、家系ラーメンぐらいじゃないですか。家系ラーメン、何て意味か分かんない。チェーン店の家系ラーメンの家系度合いぐらいじゃないですか。ああ、全然じゃん。全然じゃん、それ。さあ、何が見えたのか。中央新聞よく勝ちましたね。確かに背中上に中足がポクッと。バルログはそうっすね、誰も愛してないけど愛されボディですね。バルログ使いだけが愛している。今なんかガードテンション出ましたね。ああ、確かに。さあ、正面から
いや違う、なんか左の方ちょっと間違えたかもしれない。すいませんでした。さあショーパン、ショーパン、ショーパン、おお、さあダブル様で金子頑張る。あのダブルのポイント結構忘れがちなんでね、私もよく忘れます。俺が空対空して平ダブルで勝ったとか言って後ろで平が言ってたんですけど、俺全く覚えてない、頭なくて、あっとか言って思ってダブルが出なかったとかよくありましたね。泣くね。いや結構ね、結構勝ち確ダブル忘れるんですよ。無敵さんはしっかりやってます。ちなみにそれ勝つ気がないんじゃない。忘れないだろ。いやあなたたち意識高いですね。いやいや、じゃ逆だよ、そっちに意識いいんだよ。ダブル削ってちょっと難しいんだよね、生で出すのがね。えいやいやいや、それは意識低いですね。むしろあの、むしろあれですよね、反撃を食らって近づくためにお荷物を出してもらいますからね。ノープレートーナメント4エクサ、いやこれある意味プレーですよ。あのエクサが発表された、発表したのあれいつだっけ、あ適当に発表したか覚えてない、1月の終わりぐらい2月ぐらいから、それ以降の大会全部プレーエクサですよ。そうなんですかね。大きな大会に向けて頑張ってくれたから。ああまあまあ、あれですよ、だからあの昨日だか遅いだかあれですよね、あのエボジャパンも発表されるじゃないですか、だからそれ以降の大会、はい、スト5とかギルティとか全部大会全部もうプレーエボジャパンですよ。プレーエボジャパン祭、はいみたいな感じ。プレ祭。おお、いいとこ出した。もういつでもね、どんな状況でもの試合は大会のもうプレですよ。いて、今のはいいの来たが、さあ、うわーと冷静シャガチューポグッと、あそこサマーで切りたかったね。中島さんと金子くんが確かに同キャラだったらどちら勝つかってちょっと見ものだな。サマーでざっくりめくり、うわ死んだのか見えねえと投げ、投げてフィヨってる、これやべえ。さあ中島が金子の勝ちを止めた。外国の同キャラ結構ねめくり見えないですよね。確かに、うん、大抵性ガードじゃない。え大抵性ガードじゃない。ああそうですね、いや結構めくりになるっす。そうなん、うん、結構引っ張ってボタン押せるんで。さあ茶坊主ワンピが4人目、ツーピが5人目、まだ全然差ついてないですね。金子が茶坊主さんめっちゃ久しぶりじゃないの。うん久々に見た。ここに来てた、マジか。ああああそこは中キック台出しでいい感じのところでしたね。距離近かったからじゃね、中キック小足ダブルサマーじゃね。中キック小パンがいいですその場合は。しゃがみくらいだからいけそうじゃない。今行けるぐらいですけど、ショーパンやショーワシのが痛いし、シューキック生様はね、シャワーにくらいなら結構いけるかなって感じですね、あれは。うん、さあお、いいライでした。さあ遠距離だけはサガットが有利と言っていいが、もうこうなるとかやるより、おっと早まった。さあもういきなりガイル、被写体が一発打つのためだっただけでガイルだからね。そうですね、ソニックを打たせちゃうともうなってしまうので。さあしんどいしんどい、これはしんどい。さあピロシ、ピロシいいんじゃないですか。ピロシいいんじゃないですかね。何がいいか分かりませんけど。さあピロシ、中島さんの本田さんあんま見たことないな。うまい裏剣を使っていく、ダイソニック中心ですね、いいですね。おいさあ先ほどピロシ君は僕がガエルでピロシ君の本田を壊したはずなの。ワンチャンガールがもう残り体力がもう厳しいですね。こかしてもダブルがあるので、
やはりダブルをガードするタイプだけはどうしても欲しい。うまい、うまいですね。払い蹴り見てからスタブですね。ガードさせれば OK というところでしょう。なるほどね、それ使えるな。さあ、ここは待ってる。サマバチ先走っちゃいましたね。我慢できず、あマジか。今のしっかりでも相性ってのはすごいな。あれ難しいですよね、やっぱね、相性の。さあ、中島ガイルが追いつき、逆転。さあ、青さえガイル見てからザンギ。さあ、ソニック、ショーソニック見てからダブラリー。さあ、ソニック、ソニック。中島さんはダイソニックもモリモリ打ってますね。ショーソニックに対してはしっかり歩いているという感じで、これはザンギがやりづらいでしょう。相当やりづらいはずで、しっかりとジャックソニックは結構正しい追いかけてますね。これ機械さんに見せたいですね。あーと膝根を狙ってダバンストレート、これは読み合いに勝ちました。非常にお手本と言ってもおかしくないザンギガイル戦でしたね。ジャクソニーの前でちゃんとねしっかり歩くのがいいですね。今の後ろそばともダイソニックをダブラリされたので一旦離そうという感じでよく見えてますね、画面が。確かにピオラセル。さあ 2P か2ラウンド P はあれだぞというところ。さあ下段ダイヤガードするかね、このガエルと。早い、あーたー引くをグッチ、グッチさんです。2周するよ、だってこれマジで2周するよ。さあ、グッチ、グッチがダルシムで、いや、竜でいけよ、竜で、普通に竜にしなさいよ。さあ、ダルシム、さあ、ちゃんとあれですね、このゲームのルールを分かってる。でもね、次の次、ニーヤさんだからね。あー、それはまずいね。じゃあ、お茶丸さんもバルログなんじゃなかったっけ。なるほど、それはいいですね。どっちから絶対倒せますね。さあ、もうこれはあれですね、僕は瀬尾くんが全部勝ってくれればいいかなみたいな。さあ、ダイキング潜って当たって、これがキャラスです。はい。圧倒的なサイドマジック失敗、ピオちゃん、おブラスト、これはなかなか面白いな。さあ、ソニックとヨガファイヤー踏んづけて、さあ画面端攻めてね。おお、しかも俺は出せるぜと言わんばかり死んだ。あれは死にましたね。あれはもう詰め状態です。ですね。先に言っちゃいました。あれでしかも何もしないのは正解ですね。さあ、お茶丸さんです。さあ、お茶丸。バルログ見てから、間違えた、ダルシム見てからバルログ余裕でしたみたいな感じで。ただ、ダルシムもね、バルログはめ殺したパターンがありますからね。さあ、グッチ。むしろあのハメがあるから、ダルシムはむしろバルログいける方ってのは俺の持論なんですけど。なんか結構だってスライディング当たんなくてめくりもあってハメで割とバンバンいくじゃないですか。バルドグに対して勝ちパターンがあるって結構優秀な方じゃないですか。あグランドストライクであれば僕僕っと。さあ、起きて破りのキャラかぶせ返し。なので逆にいけるのか、逆にダルシムはむしろバルゴに生きる部類だという私の持論があるんで。じゃあ今度ちょっと今度ヨシオ、俺のバルログとヨシオダルシムで、いやいやいや、違う違う、そうじゃなくて、ね、そういうこと言いたいじゃなくて、ちょっと他の数々の何もできないキャラに比べたら、うん、むしろダルシムいけるんじゃないかっていう話ですね。いやちょっとやろうよ。いけるかどうかちょっと実験試してみないと分かんない。いや、じゃあ世間一般の、ね、人の話ですね。 私がどうとかさあ、インフェルノ当たらず、おお。さあ、グッチ調子に乗った、勝ち試合を逃した。
さあブラストが当たらず、この2キャラを調整した人は多分徹夜明けで眠かったんじゃないか。もう帰りたい、もう帰っちゃいめだな、帰りたい、帰らせてくれと。さあこっから、おっとめくりはいけず死んじゃう。おお、あーしかしハイクロさあ死んじゃいましたね。このキャラは何を考えてんの、多分もうそれはしてもう帰らせてとで、バイパーさんもう帰りたい、もうこれでいいでしょうみたいな、そんな感じの相性で、もしやばかったらあれじゃん、ほらスーパーから X みたいな感じでダブル X とか出しときゃいいんじゃないのみたいなそんなノリで調整すりゃいいじゃんみたいな、まあそれの名残が今のあれですね、カプコン残ってますね出してから調整すればいいと。それの名残じゃないと思いますけどね。いや全然名残、もう調整すりゃいいんだって。今の結構引っ張ったよこれは。おっと前ジャンプだが、しっかり捕まえている。いやね、豪輝は本当の本当に使える予定ではなかったらしいんですよ。なるほど、うん、それがね、あのアホが入れてしまったと。さあこれは画面端いったでしょう前じゃ、まあ、さっきと全く同じ光景。さあオンラインで修正できる時代はいいよねそうですね、確かにね、あの何事もいやね、なしなし調整すっから許してみたいなね、そういえばユーザーをバカにしたね、上から目線の時代ですからね、いいですな。さあニーアーがバイパーフォークに調整すれば許されると思ってますかね。しかもまあその調整もみたいなね。あ、死んだどうだあれがね、やりたいんですよね。マウイハッカーはマジ落としづらい。さあ新谷さんは割と大会でホークに当たると自分から攻める癖があります。そうだね、我慢できない何してんだよ。マチャいいのに自分から攻める癖がありますが、ま、新谷さんは結構ねホーク戦のちょっと対応にあまり自信がないらしくて。あやってしまった。いや一通だけで、最近はどんなゲームでもそうですね、家のロールプレイングしっかり修正パッチ当てましたみたいな。いやいやいや、デバッグしてないのみたいな。ちなみにこの間ディシリアも新しいバージョン入れますってやったら、入れた日に失敗して入れた日に入れてさあ明日ですって時になんかエルパが発覚したらしくて、最悪すいません直しますとかになってみたいなのがありましたね。本当ね、なんだろうね、調整すりゃいいでしょう的な、そのなんだ、あの デバッグ代ケチってんのかね。まあ時間がないんじゃないですかね。なんかよくあなんだっけ、あのほらデバッグ会社いろんな有名なの 2個ぐらいあるじゃん。何でしたっけ。やべ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 。最近ねデバッグ会社さんもね、どうせゲームセンターのゲームなんか、出ないのをいいことに、スマホのポチポチゲーばっかデバッグしてますからね。何でしたっけ、あれなんて言いましたっけね、あの名前デジタルハーツ、ね、ああなんかそうそうそう、あれあの8台にあるやつ、他にもあるけど。でも確かあの会社のあそこあれでしょ、パチンコとスマホばっかじゃん今。確かに一応でゲームをやってるらしくて、なんかあのバトルガリッカのスコーラさんとかいるらしいですよ。なんかそうなの、社員にそれでこのありさまなの。いやそれはちょっと私に言われても確かあれじゃなかったっけ、ギルティーかなんかの有名プレイヤーデジタル派じゃなかったっけ。あーそうです、あれはでも確かね、確かスマホでポチポチ系でしょ。あまだやってんのかな、あまだやってるって言ってたなこの間。さあバッファローおわおわと、このキャラもあれですよね、なんかノリで動けていいですよねエンペルスさん最近すごいやってるんですけど X をノリで、まあ、いやーまだなんだろうね、いいっすね、あのノリがみたいな感じで。デバッグ見つけるのは、いやバグを見つけるのは我がセンスだと思います。デバッグはあれさ、あの応募してきたやつを取るか取らないかだけなんで、センスじゃないです。あの台足使おうと思ってないから、ね、結構起きて疲れると困ったりしますよね、バイソンの台足って、まあね、さあワイバーさん死んで、さあセヨ君、セヨ君あとは任した、セヨ君あと11人、あと11人11人抜いちゃえばいいだろ11人、あと11人で
お疲れと。なんでベガなの。え、おお、何してんだよ。おい、ちょっとお前、ちょっと、な、どういうことだよ。だってさ、瀬尾くんってさ、はい、リアルに音チューンなわけじゃん。まあそうですね。リアルに音チューン。別に音チューンさんもリアルに音チューンですけど。音チューンになわけじゃん。別に。じゃ音チューンが音チューン、チューンにつかないでどうするんだよ。さあ、投げ返されて、死んじゃう。おお、ダブに刺さって裏から。やる。お、やる。しっかりとダブル今いってますね。さあ。アニケンさんはあれですよ、今日ホンダ使ってさっきバイパーに負けてましたよ。ニヤニヤ系ですね。あれもアニケンですよ。さあ上から食らっちゃって痛い痛い、掴まれて、捕まえる、これはさあ出さざるを得なかった。投げて受け身がない、ワンチャン。おお、なるほど。ニョキッとニョキッとでカバーしましたね今ね。今のほぼ足込んだのかな。投げてヘッドプレス、投げて投げて、割と攻め手を変えてきますね。ホパンで透かしたり行って下段を刺したりする。さあホバー先端だ、投げて投げたのだぞ。うわ、大パン一発、死んじゃう。あちょっとちょっと、もうこれ、あれですか、2周って言ってまた、え、まあ、俺がやってここまで行って、でもしなんかそれでシャル君が俺に勝ったら決めろ。マジっすか。なんかこことここで やらせるのって感じなんだけど。違うみたいですよ。さあ一応ワンピー側はマッツンさんってことで大将ですね。ニョキッとさ、あれで竜巻まで行っちゃうとね、ニョキッとねガードできない可能性が結構高いんですよね。だからね、大パン詐欺飛びに竜巻キャンセルすると詐欺飛びっぽく見えてるんだけど、実はニョキッとかガードできるんじゃないかっていう話があるんですよね。ただできる方法もあるらしいです。よくわかりません。なるほど。あー今あれですね、台足だったので、うわー早い。一回小足をゆっくり刻んだので、あれで多分もうためを一回解放したと踏んだんでしょうね。なので、おうまい、中足に対して中パン置いてある。いや、シャル君はですね、うまい、ね、いんですよ、本当に牽制も。おー、クライヘッド、これもうまい。今の伝説の真下をクライをしたのでは。おわさあ、しかも中パンから連続ガードになるようなタイミング、シャル君うまいな、確かに。いや、本当にうまいですね、牽制。大足、鎌払い、掴む、もう一丁掴んで、下段の中、中盤押している、リードを取ったが大ヘッドが間に合っている。使ったんだ、大パン使いましたね今。うわー、よし、うわー、おー、振り向いて出してる、すげー、これはすごいな。今の振り向いてちゃんと出してるの、ちょっとすごいですね。はい、死んだ。さあ下じゃそのままネロさんですね。でやるでいいの、あれそれでいいの。なんかこれでやっちゃうとだいぶそのままいっちゃいません。頑張れるだろ、頑張れるだろ。さあ、いや悔しいね。さあ掴まれてゴチゴチと、いてーと。さあこのバイソンを誰が止めるのか、不気味な文字が。さあ頑張ってほしいが、今のはいい後ろ歩きだったが、
なんだ今の。おっと、これで刺さるんだよね、ダッシュアッパーは。いや、しかも今、おお、逆に前のところで新しい、あーと、冷静者が大パンチ、ボグッと。なるほど。コブ、さすがに。さあ、破天荒。さすがに。お宅に怒られるよ。さあ上から。さあシャル君は明日の大会出れないというのが非常に悔やまれる。刺さるかねと。クレジバファロー、ジャック波動にしちゃうとね、だいぶ刺さっちゃうんですよね、あそこ。まあ一発目のストレートが無敵だからね。チュンリーの戦列の質で全然引きつける必要全くねえからさ、それやばいよね。うわ、見てからっぽいですね。なんだ今。さあ、おわーとなって、さあ昇竜デイズ、あれくんうまくね。さあ金子ガイルなのか金子金子ザンギ。金子くんでもね、結構バイソン戦うまいですよ。金子ガイルかなりね、川勝さんとやってる説がありますから。さあ金子ガイルが止めれないと、その次チャボ下がっと、まあしんどいで、ピロシーのホンダはイカ略アオサイザンギまできついのか。バイソン行けばいいじゃん、ホンダで。さあ、無理っすって言ってないのに。今ね、うまいっすよ。そばっとね、終わり際を狙うのはね、見てからだった。おわー、やっちまったー。おー、前に歩いて中パンチ。今の速さいいですね。シュッシュッシュッ、わー。さあ、いって、いって、あー、うまい。今のは大パンはいい。ソニックの出際、小高が好きなポイントです。あ、何してんだ。これね、あれね、ちょっとあの MB 好きな連携なんだけど、あれ掴まれて。今ね、MB っぽかったな。MB と対戦してると、あの連携はね、返せるんです。知らないとね、ほぼ無理だよ。初見無理だよね、あんなの。さあ、チャボーズ、サガットで行ってしまうのか。お、泣きましたね、泣きましたよ。やっぱね、さすがにね、X アートとバイソンはね、ちょっともうやるだけ無駄感ありますけどね。泣きましたね、今ね。泣きのチャボーズ。あれさ、そう、なんかさ、見てからさ、そう、さあが押されている。俺もさ、4代目にあのホンダの頭突き見てから、タッシュキックの出際の膝で返してキャンセル、さあ苦しい苦しいって言われたんだけど、俺できねえんだけど。さあ、俺相打ちになって、俺4代目できねえぞっつって、俺泣き損なのか。せっかく泣いたのに。まあこれね、そう、タッシュキックが使えるんですよ。これタッシュキックが非常に使えるのが X サガットと大幅な違いなんですよね。伸びた方の判定がでかくて、かなり止める上にキャンセル対応が押し込めるんで、これをかなり使いこなすとバイソンはかなりきついという。さあ、台足払いの切れどころがいやらしいね。確か結構ね、前ジャンプうまいですね。あーと、しっかりとガブさせ、もう残りがない。さあ、ピロシピロシさん頼むよ。これね、俺のイメージ的にはね、グッチさんがダルシム使ったっていうのが敗因かなって思ってんだよね、ワンピがね。まあでも、あのバレはガイルに勝ってますから。なぜお前は竜ではなくダルシムを使ってしまったのかと。
あの3段の仕込みもちゃんとグランドストーリーとして偉いですね。あれちょっとダメージ感もねギリギリなんですけど、あるのか。おお、あさあワンちゃんそっから勝って、あおっとちょっと伸びたぞ今、しっかりやってればというところ。まあしょうがないですね。あー歩きだけ決まらせ。なんか本田ってなんかクレイジーがその伸びる可能性ちょっと高くないですか。なんだろうね、なんか変な判定だよ、ちょっと条件わかんないですよね。なんかそのクレイジーがウィーンってのが伸びちゃう。あおそんなことやる。それは結構な強気ポイント。シャル君が強気なのかピロシが舐められたのか。あれはベイビーさんならしっかりお衣装を受けていたのかわかんないですね。さあもうラリッタ鬼ムース当てるしかない。ほっと、あなるほど、なぜなぜ俵投げダブル KO。 もしかしてホーダー立つ、立たず。まああそこねピロシのラック値が高ければ立ってましたね。ホーダーね確かにこれゲージたまんのやばいですよね。あれ画面は返せるわ、一度っと削れるわ。おお、さああるといいのか、あるのか。いやーしっかり見てる、それくんうめえな。しかしおおおい、マジかピロシ。お前石原愛心、今座布団が飛ぶところでしたね。座布団を投げないでくださいみたいな。あの大糸じゃなくて頭突きだったっていうね。危うくね今ね座布団が、あー頬が刺さっちゃった。しかし画面端には来たが中盤は合っている。さあ終わったか。終わった。さあ青斎さん、あー削り切る。さあさあ皆さん座布団は投げないでください。座布団は。なるほど、はいはいはい、さあ青っさいここで勝たずしていつ勝つのかと。青斎さんがバイソンやってるのはバイソン戦ほとんど見たことないですね私は。さあが画面端し行ったが小食いか思われる。確かに、あー上見てるなちゃんと。あ今ダイヤ払いでもいいから刺せば。さあ弾きバニシング、ちょっと遠かったですかね。さあさあバイソンが画面は下がれる下がれる。このね弱した方は先端は割とどうしようもないですよね。そうですね、割とどうしようもないので。いやーやっぱりバイザンギ側が動かされてしまうと。どうれーせーだった僕と。さあ残り4人、さあまだグッチ、グッチなんです、グッチ。さあグッチまたダルシムなの。あ、そうだ、ダルシムはダメだ、確かね。さあ、リュウもしくは他のサブキャラですね、ダルシム以外のサブキャラ。さあ、さすがに俺で、じゃあイッサガとか使ってもいいのか。さあ、しっかり大昇竜、俺は出るんだよと。さあ、グッチさんがヘッドで、そっから流れは食らっちゃって、いて今のはいて、食らってるし。さあまっすぐ過ぎた、食らっちゃえばいいだろ。あのねそうなんだよね。おっと
ダイヤシ届かなかった。さあ、ハドウ、冷静出たが、どうだ、波動で押し返したはいいが、ゲージが溜まってしまった。刺さって、しかしまだ、お、上は熱い。さあ、シャルが普通にシャルが回りましたね。シャルが完全に回してしまうのか。さあ、バイパーリアル2回転さあ、これいい加減止めてほしいな。うわー、ジャンプダイパー回した、いけるか。さあ、画面端はもういったでしょう。あさあ、そこで逃がしちゃうかね。ここで頑張った。これ全然負けれるぞ。負けますね、うん、2回目ぐらいのヘッドがね、タッチガードとかしちゃうとかなりきついくて、なので、歩きスクリューとかをしないといけないですよね。そうか、ヘッドの時点で別に大キックの掴みでも良かっただろうと。おお、回した。しかし歩いていく。さあ、なのでやっぱり少々昇竜でね、トマホでヒット確認をしたいところではあります。いやー、見てる、上を見てるぞ。さあ、今のところ10人抜きしている状況のシャル、ということで10人抜いてることが一周してんじゃん。すげえ綺麗だな。これちょっとエンペルさんに、エンペルさんに見せたかったね。このバイソンちょっとエンペルさんに見せたかったね。さあ、出してくれ。安い、安い方だぞ。ワンチャンがなくはないが、ないさあさあ、しか、おお、ドンピシャ。そしてヒット確認。あっ、これはしっかりと空中で落として、どうだ、いやー、ライパンが入る、式アッパー、なー、掴めず、差し返しでスパコンが決まる。さあ、やってしまった。さあ、意外とね、2回目ぐらいが意外としたかった。それはまずいですね。だいたい2回目の勝利じゃないですか、ピヨンの。だいたい2回目の勝利でって言われません。さあ、さすがに少々フォアの場合、セオ、チュンリー、またよりますけど、はい、いや、諦め、2回目で諦めちゃやべえだろあ、諦めちゃやべえだな。いやー、なんか今身内読みっぽい立ち方をしましたね。めくって、どうだ、格楽で逃げている。刺しましたね。いてー、おお、伸びた、伸びたよ、伸びましたね。やばいぞこれ、これチュンリーで、そうそう、これチュンリー止めないと結構きついですよ、さすがに。なんぼなんでも、おお、逆に投げて、闘魂さんっぽいガムリチャーが行きました。ガムリ、クラゲ、クラゲ、クラゲが強いのよ。しかし、食らって前に出た、怖え。さあ、強気、おお、ガムリ、瀬尾くんでもガムリしかないっていうぐらい結構きついってことですね、状況的に。おお、さあ、これはあれ、なんかね、2ならああいう石取れる説あったんですけど、それには取れなかったですね。ヘッドだとおお、ヘッド出している、うまい、転生で、転生が強肩からの冷静、うおー、マジかい。さあ、戦列とりあえず出して、うおー、稼働した、うおー、あー、ダイパー、ダイパーなんか出すかね。シャル君ちょっと強すぎないこれ、大丈夫。いやいやいや、やめましょうそういうのは。
これ、ね、しゃがない起きって逆にねこれ上手い人にはきついよねマジで。大空昇竜さあ大キックですが掴みに行きました。投げるサル君曰く、まあ、マッツンさんとやると、まあ、掴まれるともう終わるとまるいう話をしてます。終わる、ね、この組み合わせで掴まれると俺はきついですね。相打ち取る悪くはない。うわーしゃがみ中が入っている。さあ上でしたが昇竜中足かまばらい。これをバックジャンプで仕切り直したいところ。さあ大波動と思って先に打ったが投げた。さあそしてだいぶ待ったヒデチュンリーです。だって俺が負けたってもう一緒なんでしょ。だってだあります。誰が行くでしょ。でもマッツンさんです誰が行くでしょさあマッツンさんなんかやたらチュンリー戦強気だからな。さあ一周目のヒデ一周目のヒデジョジョみたいな話ですけど、あまあそううわーうわいいとこ来た。投げ返した昇竜出す。この辺も出せばいいという考えでしたね。そうです、ね、全ボタン押し。さあ差し替えはおっとチューチューでピヨッチャやばいと言うべきか2ランド目と言うべきか。さあヒデは無理せずチューチューで安定コンボ選んでいる。あとはアイビス取れば OK だがというところ。さあヒデはこういう時はもう大攻撃狙ってきませんね。チューチューで当てれば OK。 おおここで対空見ためくってどうだ。チューチュー聞こう。さあ鎌原一発だが垂直噛み合っている。これはでかい。そしてゲージが溜まるぞ。逃げている。これは前に踏み込んでいった。弱波動ソニックがよく抜けるんだよね。さあということで2周しましたので 2P 側の勝ちということでおめでとうございます。さあしかしラウンド2あそこね秀君が飛んだのは逆にすごいなと思いましたね。あそこはチュンリー100人集めたあそこで飛ぶの秀君だけですね。絶対飛んでこない。飛んじゃいけない飛びだったんでそこ飛ぶんだみたいな感じで逆にもう褒めれますね。アホだなと。さあということでじゃあエキシビジョン的な感じそのままですね。あのヒデにあれ吉尾なんで入んないの。ヒデ対吉尾でそのまま。いやーようあそこ飛んだな。ほんと飛ばねえだろ普通。あれだね、あれだ、普通に100人集めたヒデとパレだけですね、飛ぶのね。失礼、ヒデだけじゃなかった。さあ、ここで吉尾さんの仕上がりを。まあ、もう勝敗がついてますんで、のじゃいとかが始まってますが。確かに。さあ、吉尾が。サバー離していや何回とかあんま数えてないけど多分あれなんじゃない俺のことなんじゃないかな。さあと吉尾が今ちょっと冷静になっちゃいましたね。なんだ今。さあ吉尾勝って、さあそのままミスター一撃さんですね。一緒に2周やんないといけないから。いや、だ2周だってやんないと2回分だってあれじゃん。ちゃんと回ってんだから。だから2周やるそうです。なので 2P 側の方はもう1周ありますんで吉尾さんを殺しに
行きましょう皆さんで。そうですね、はい、さあ、いやー、これは心苦しいですね。スタートであれですね、ヒデと100回やって100連勝しないと気が済まない感じですね。マジですか、うん、長い長い長いとか言うとまあ怒られますが、え、いやまあチュンリーがもともとさ、あのクソキャラなのは有名じゃん、分かっちゃいたけど、でもユーベガさんほどのあれは元気はないな。さあ吉尾さんも明日楽しそうなチームで出ますからね。さあ吉尾気分よく、ちょっとソニックからサマーで、さあ吉尾を止めるのは誰なのかと。さあ中大でそばとで暴れるか、一撃さんは X 流になってますね。 S 流だったようなさっきは。さあさすがに、じゃあ花丸キー、あ、お願いします。さあいろんなゲームで見た対戦ですが、X はさすがにまあ吉尾さんかなと。さあ竜巻当たってサマー元気よくバラした。あ、飛んでる。さあなめプで飛んで、あ、いいですよ。さあサードシンガードで迷わず削りに行って、あさあ1本目は花丸き吉尾が X ではでかい面をしているのができなくなるのか。まずいですよこれは。さあ格付けができてしまうのか。さあカップエースストフォーに続きこれをゲームでは勝ちたい吉野さん。確かに怒られました。カップエースでは勝っていました。さあアッパー、はい、カップエースでは勝ったわと吉野さんがどうでもいいプライドをしましたね、はい、さあラウンド3ということはスト4では負けてたんでしょうね、まあ、スト4はまあキャラクターがさ、ね、まあ確かにガイルとサガトだったと思われるので、さすがに吉尾さん、今吉尾さんだから一人だけ合わせて投影ですね。投影決勝ぐらいの気がして絶対負けられないみたいな。さすが、ね、にここは落とさないと。しかも続けますから花丸激化。さあ謎の 10X2 周目、謎の 10X ありがとうございます。さあダルシム、ガイル見てからバルログだったりダルシムだったりとか露骨ですね。いいですね。基本的にそうですね、もう使うキャラはダルシムかバルログかエッサガだった気がしますのでさあ吉尾スト2がキャラなのかイナなのかをここで見せてほしい。投げて受け身を取っている。さあここで謎の 10X は勝つとスト2はキャラということに。もう二十何年間散々言われてきて、まあ、僕らの中ではとっくに答えが出てる。いやキャラでしょという答えがいよいよ本格的に答えが出てしまうのか。さあ多重キック、多重キック、百裂多重キック、ポグッと相打ちさあ百裂多重キックがクライサーマンからのめくりは当たらねえ。吉尾スト2はキャラじゃないと言ってる組に夢を持たせてくれ。吉尾のこの組み合わせに全てがかかっていると言っても過言ではない。さあ頑張ってる吉尾。
さあ頑張ってるが、さあここで楽しむ、あと一撃、お互いあと一撃な、やべえ。よしおさん、よしおさん届かない。さあセイントに2度同じ技を強した100列差し撃区破れたりと、逃げそばっとで、まあ、苦し紛れに出したっぽかったけど頑張りました。さあよしお、スト2はキャラクターじゃないと、攻略でキャラ差はカバーできるんだというところを見せてほしい。さあジャンプシゲカ様はね、少々少々お宝ダブルス、スト2はキャラじゃなかったということになりました。よしお頑張った、よしお頑張りました。じゃあ山本さんですかね、お願いします。よしおは頑張ったので、スト2は、あ、山本さん竜でやると、スト2はですね、まあ、やり込みと、まあ、やり込み裏切りますよ、あのやり込み方間違ってると。なるほどと。一番まずいのはですね、やり込んでる気になってるのがまずいですね。あー、なるほど。それは間違った方向にやってると、それは何回やっても実らないやり込みなので、耳が若干痛いところありますが、ね、いかに間違いに早く気づくか気づかない、一定真空刺さって上から投げと。さあ先ほどのダルシム戦で吉尾は力を使いましたかね、精神力を多分使い果たしてしまったの。開幕ジャンプ中キックでもう吉尾完全に壊れてる。これなんか神髄がとか言い出せるじゃないですか。まあ、それ裏剣全然届かないところで振ってる吉尾、もう吉尾さん、もう彼はもうダメだ。さあ噛み合わねえ。さあ吉尾さん、お冷静、まだまだ目は生きているのか。あー、いやこれ噛み合わないですね。今の大勝利はね、心折られる感じだったね。今しかも飛んじゃって、これもう危ない真空が来ると怖いですが、さあもう無理やり無理やり無理くり。シーガード、さすがにそこはガードがもう時間も体力も時間がない。さあいつ放されるか分かんない竜巻にビビってるよしよ。さあ残り時間がない、昇竜拳と。さあよしよ、なんとも言えない顔してますね、いい顔してますね。結構あれですね、僕が吉尾君知り合ってから10年以上経ってますけど、はい、結構まれに見るいい顔してますよ今。そうですね、なかなか席が立てないので。ということで、吉尾が負けてると次がですね、山本さん、次中島さんですね、ガイル中島さん、中島さん、あ、お願いします。さあ山本さんがガイル倒してまたガイルと。さあ吉尾さんいい顔してましたね。じゃあ変わりたいと思います。吉尾さん、はい、あ、拒否されました、はい、吉尾さんがですね、多分先ほどのダルシム戦に全てを費やしてしまった感じの。さあ、さあまた、すいません、同じ色なんですけども吉尾さんではありません。そうですね、ええ、翌日嘘のように負けたあれかスラムダンクかよそうですね、スラダンスねさあ、シンクはガード、どなたか携帯電話、なんだろうこれ、犬、ワンちゃんの画像がトップページ、白いワンちゃん、これなんだっけ、これマルチーズなんだっけ、マルチーズ、マルチーズ、あ、グッチさんだ、あ、グッチさんでした。さあ、ソニック踏んづけさせて、さあ、中島ガイルが投げて、さあ、クータイクからの勝利、ガードが何も入らない、がサーマー空振って優しい。さあ、体力ゼロと。さあと、竜巻をしっかり引きつけてからの、うわ、早っ。さあ、ハードを迷わず打って山本取り返す。さあ、今ふと気づけば夜11時、そうですね、もうだいぶあと11時間、12時間後、12時間後にはエクサーの当日エントリー締め切りですよ。締め切り、締め切りが11時です。12時ということは逆算するともうあと8時間後ぐらいには俺はもう西日暮里にいなければいけない。やだやだ早いよ
誰だ大会の時間考えたやつ、俺だ。あ、そうでございます。全部俺だ。ホームページにはあれですね、12時から予選集合とか書いてますけど、11時ですからね。とね、当日は。いや、一応ね、予定としてはまああの11時に当日エントリーを締め切って、で11時半ぐらいにはあの当日予選始めて、でまあ1時半ぐらいには当日予選終わればな的な感じので、で2時から本戦だね。で本戦でまあもうエントリーしてる方はまあ1時には来ていただければと。さあいうところでございます。中島ガイルが山本龍を倒し、続いていたのはお茶丸バルログ、これポアトリンですね。あ、そうですね、今回名前が、ええ、昨日は式から送っていただきまして、ありがとうございます。初代だからね、いいよね、確かに。そうですね、あの通り道だからと。さあ焼酎サマー食らって第1位と、僕とシャル君は送ってもらいましたから。本当ですよ、準備は大変。深夜営業、いや営業はしないです。深夜営業はしないです。僕はあの割とお子様なんで、もうそろそろ眠くなります。もうそうですね、くじ引き配信とかもしましたんで、配信系は。そうそうそう、明日のね、明日のもう人の準備はもうあとアップなんですね。パンフをね、あのあパンフあるんですか。パンフあるよ、前です。あ、すいません、用意してるよ、ちゃんと。めちゃめちゃ怒られた。ちゃんとやってるよ、準備してますよ、ね、のパンフっていうのは結構いいもので、見るたびにちょっと思い出したりしつつ。さあアッパー、さあ上り蹴りと。中島さんが勝ちました。なんでこれ、この配信終わったら僕だから配信ね、あのちょっと大早めに帰りますよ。そうですよね、早めに帰ってドラクエモンスターズやらないと。あれえあれえ、なんで睡眠は大丈夫ですか。睡眠3時間ぐらい寝りゃいいんじゃないの。僕大きい大会の前っていつもあれですよ、あの 1,2 時間ですよね、うん、さあこれニーヤーですね、ニーヤーさんの本田です。ニーヤーさんも明日ですね、出るんじゃないかと。じゃあ大きい大会の前はね、あやし、あの確かに睡眠をたくさん取る派と取らない派が、僕もあとほぼ取らないとかね、あの最低限度がいいですとね。元気だ、じゃあ元気だと、うん、元気だとさ、あのいろいろほら、まあ、見えるじゃん、あの頑張る集中すれば見えるじゃん、からあの、はい、見える分いろいろ選択肢がちょっといろいろこうしたらどうかな、あしたどうかな、迷っちゃうんだよ。でも眠いと、もう勝つにしても負けにしてもさっさと終わらせたから、もう思ったまんまのことまっすぐ行くからさ、うん、そう迷わない、そう迷わないでいいっていう理由で、あもう苦しい、もう眠い、早く終わらそう、飛んでみようみたいな、さ早く、そう。あっとこれは今のは話陽一郎だったかなっていうところ。緊張して寝れないってことないですね。あの僕このちょっと前にあのあれですね、あのムーンに対してあの緊張して。あの大会とかであの本来の力うんぬんっていうのに関してで、なんかおっしゃってましたね、皆さん。そうね、緊張とかでなんか本来の力出ねえとさ、あそ 何ふざけたこと言ってんだって感じですけど、もう逆にね、適度な緊張は必要ですよ。全く緊張しないは、ね、あのただあの頭おかしい人になってるんで、適度な緊張は必要です。でもその適度な緊張があのね、気分良くなったら結構それはですね、あのいい感じです。さあ、ニーヤーさんがね、勝って、中島さんも中野とか来てくださるんで、よく。そして中島さんは割とあの新宿のカーニバルにいるイメージですね。あ、本当ですか。さあ、シャル君、先ほど11連勝か。さあ、ニーヤーさんがマジ無理といつも言ってるシャルバイソンでございますが。さあ、その無理を覆すことができるのか。ちなみにあれですよ、これ 2P 側チーム、今、勝って優勝した気になってますけど、真の優勝は最後に勝った人間が優勝ですからね。一人だけですよ、優勝者は。このまま今だから優勝権利はのニーヤーシャルヒデヨシオ4人だけ。他の練習は負けです。他の練習は負けです。ヨシオさん美味しいなこれ。さあシャルが途中ものすごい、さあ優勝かかった瞬間、お優しい。さあ、まさかあるといいだがない一度とあれば勝っていた。さあ優勝は今もう残り4人のうちの誰か。さあネロ、破天荒、金子、茶坊主、ピロシ、アオサイ、グッチ、ワイパー、セオ、マッツン、ミスター一撃、花丸木、テイン、謎のテイン X、 山本、中島、お茶丸、お疲れ、お前ら負けだ全員。うまっ。
さあ少々どすこい。おあれ大いちょうさあ大いちょうさあわしらってたまには優勝したいとニアがいやシャル君若いんだしまだまだ優勝チャンスあるでしょみたいな、ちょっとたまにはおじいちゃんに譲ろうよみたいな。 あマジでこれは来てる。さあマジで鉄で飛んだ珍しい。さあピヨダが死ぬのか。こっから死ねます。どすこい刺さった。さあシャル優勝なくなった。優勝はニアヒデヨシオ三択。さあキャラ的には圧倒的不利なニア。さあここ誰が優勝するんだ。これあれですかね、いつもニュートンさんの今日の大会結果みたいな写真載るの、写真載れるのも一人だけですからね。まあ、他の連中チームとか関係ないです。まあまあそれでいいかもしれないですね。優勝者はまあすでに一人です。まあ、みんなチームで、まあ、今このノジャイの状態でみんなを集合させて写真を撮るは無理ですから、みんな写ると思ってるかもしれないですけどね、うん、さあ、ね、写真に写るのは一人っていう。さあ変なの食らって繋がってね。ポイントはね皆さん分け与えられると思いますが、さあヒデヒデが一生懸命バーッと一応鬼武装じゃなかった大一郎でよかったんじゃないのか今の。今割り込み狙いましたね。今鬼武装止まった後の大一郎でよかったんちゃうかと、ね、入れてたと思いますし反応もできてなかったんですが、あうまい。さあ出さして、ここをコパンで落としてアントビ受け身取って、あれマジかすげえな今。今ちょっと多分大一郎だと思うんですけど、さあ体力はラウンド2は大幅に上回っている。さあ吉尾が最後の一戦ニーアーさんとかすげえ嫌なんだけどとすげえ嫌がって、さあニーアーが、いや見たいっすね、わしだって優勝したいと。ニーアーさんと吉尾さん見たい、これは見たいですよ。さあさあそこでもまあヒデはそれはやらせんぞと、まあ、そういうのがねヒデ君は割と真空状態なので、あーこれあるんですよね、続き投げられるっていうのが。さあ死んだか、厳しい、これは厳しい。さあさすが戦列もある。ヒデはあーここ踏んで常に宇宙空間、空気読む読まないではなく空気がない。さあきついですね。とりあえず無双を貯めてみるんですが、ワンチャンのために貯めます。ここはさあ死んだ、これは終わりましたね。もうまさか、あれ、さあポクッと、さあハスが宇宙空間ということで最後ですね吉尾さん。さあ吉尾対比で優勝はどちら。さあよしニア頑張るだけ頑張った結果これなんて、まあ、ヒデ対吉尾さんなんですけど、まあ、明日な可能性当たる可能性も全然同じブロックですしありますんで、さあお互い勝ってっていうところの勝負どころで可能性ありますから、まあ、1回戦ではないですが投げて前哨戦ですもんね。ピニオリスト、さあ吉尾リーチ、吉尾リーチ、ヒデ頑張れ、ヒデ頑張れ、なぜかスピニングバード、さあサマーも空を切った。あいいですね。さあゲンからの投げて投げて、さあこのねうわなんだ戦列ミスってな、うん、なるほど。さあ完全にただただ泡を生み出す兵器、うわきついな。あなんさあこれがキャラ差なのかと。さあ食らわしてファーストアタッカーよしよ、踏んづけさせてあゆし投げて画面端トルネイジで落として
さあ、あるよ、あるといいなが。さあ、違う下打ち。さあ、優勝は吉尾。吉尾さあ、やはり一番最後は有利だったと。有利でしたね。一番最後は有利だったということで、吉尾、お見事、今日の20人の中のトップ。おめでとうございます。明日のエクサーでもこんな感じで頑張ってもらえればなと思います。ということで今日の第1024回 NVC 1024大山ニュートンランバと優勝は吉尾、拍手。さあまばらです。さあというもうの時代もやっております。疎通は順番ということがキャラじゃない、やり込みでもないと順番ということでいいですね。さあ、あんなに勝ったシャル君は一体っていう。いやいや負けですよ。負けですよ。最後に勝ったら優勝ですから。さあということでスト2は順番ということが証明されましたね。いや平和的解決で良かったです。さあということで謎の点 X さんが早速大山ニュートンのツイッターにて、ね、今日の優勝を、まあ、吉尾と。まあ 2P なんですが吉尾さんということで。ですね。吉尾さんの一人の写真が上がると思いますので、まあみんな大好き吉尾さんですから、ええ、楽しみにしていただければと。絶対最後がいいわって。俺もワンピー側の一番最後だったんだけど、ね、俺も最後だったんだけど俺は負けました。ちげえんだって。いやね、剣に一番最後に任すとかおかしいだろって。いやでもこれだと、あ、まあこう逆だね。まあそうですね。あ、いいですね。吉尾ピンですよ。吉尾ピンの写真が今貼られてますね。あー、いいですね。すごい、なんかものすごい大きな大会で勝ちました風の感じになりますね。ピンで映ると、まあ、今日もね、これこのままあの閉店、あとなんだ、まあ、もうすぐでしょうが、もうあと45分か 1,、はい、1時間も来てますが、明日に向けて皆さん練習した方が。ピロさん、僕そろそろ喉乾いたんで、あれですか、剣ホンダとかもしくは竜ホンダとか。そうです、ね、ガイルホンダでもいいですけど、どれがいいですか。とりあえず剣はいないので。剣確かに明日いないね。竜もあんまいないんですよ。竜もあんまいないね。なんか僕が5回勝つまでの間に吉尾、いやピロシ1回勝ったらピロシジュース。じゃあでも剣がいいな。剣がいいの。いやー、誰でもいいですけど。いや僕も何でもいいですよ。いや、剣がいいですね。剣がいいですか、わかりました、はい、じゃあちょっと配信台でやりたいと思います、はい、じゃあちょっと吉尾さん、吉尾じゃない、じゃあ新谷さん、この剣対ホンダというものを新谷さんの視点で、そのピロシがどんだけやらかしているかを説明してあげてください。さあ、ジュース争奪戦、松尾 VS ピロシ。ピロシさんが1本取るか、松尾さんが 5本取るか。まあ、しらたく言うと、松尾さんが5連勝する間にピロシさんが1本1勝でもすればピロシさんにジュース。しかし松尾さん盤石の5連勝であれば松尾さんにジュースというところですね。最大ラウンド込みだと13ラウンドくらいありますかね。つまりただ2連そのラウンドが結局1ラウンドしか取れないのが続いてしまってもあんまり良くはないという。さあ、あ、新谷さん、そういえば何がいけないかを解説してほしいというふうなことなので新谷さんお願いします。よくわかんない、マジか、俺もわかりません。チュンリーしか使ってないんで。キャラの選択が間違ってんじゃないですか。さあ、ここはレッパ削り。まずは安定してマッツンさんが1本目、1ラウンド目。さあ、開幕どすこい。しかし、ダイヤシャ波動。さあ、これはモリ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 削って開幕のリードなんてなかったものにしていく。踏み込みが鋭くて波動も食らう。こうなると手を出しづらい。一文字、あそこで一文字か、張り手を見一文字かな。食らってるから無理に入ってるかもしれない。あ、食らってのあれですかね。さあ、しかしあるのか。うわー、中勝利。
これは出っ歯削り、まずは1本目マッツンケンが1本。さあピロシさんは果たしてあと 4戦でマッツンさんから1本取れるのか。しかしジュースがかかっています。これは本気になるでしょう。俺がうまいジュースを飲むんだと。順番は五分？どういうことっすかこれ。さあ手前押しはしっかりダイヤ支払い。うわあ弱小竜引きつけ、ダイヤして勝って矢口マリボード。波動拳を3回ぐらい避けてからが勝負なんて、最初に飛んじゃうのはダメですね。あ、なるほど。うわ一定の入った、どっち？うわ下段でんでん減る。なるほど、こんな感じで1、2回はとりあえず我慢と。おいちょ入って、うわこれはどうなる、はい、相打ち WTO かな。 WTO。 さあなんとか、うわまた痛いの入って、どっち？同じのが食らうがピヨンない。うわしかし1票ってでんでんで昇竜烈波ではなく波動、波動。さあマッツンさんが2連勝、あと3戦。ピロシさんに勝つビジョンは見えているのか。さあ張り手、これやっぱり歩きでやっぱ地上で寄りたいんですよね、ホンダ側って。なるべく歩いて、はい、ジャンプ波動を垂直で避けたときに2回ぐらい避けるとちょっとお互い微妙なあれになるから、はい、なるほど、ジャンプ波動を垂直で2回くらい避けてお互い微妙な前になったところで今日つく行動をすると、なんと上。そうですね、確かにキャラ的にやっぱりホンダ若干やっぱ不利ですもんね、このカード。そうだね。なのでそれを踏まえるとやはりまあ気軽に言ってくれるなっていうけど、それしか勝ち目ないからね。はい、さあ今のは昇竜がしっかり出ていたが、これは厳しい。マッツンさん3連勝、残り2戦。今の見てみましたが、あれですね、なんか他のゲームでありそうなジャンプして逆側行ってコワコワ。さあ逆に昇竜は出るんです、マッツンさん。うわ待ってしまった、めくりを腹にするとガード方向を揺さぶれるんだけど、昇竜がリバースで出た時は絶対食らっちゃいます。絶対食らう、はい、で大キックはほとんど揺さぶれないんだけど、はい、昇竜をリバサで出してくれればスカッて着地に大いちょうが入ったりする。だから、まあ、食らっちゃうんだけどあえて腹でめくるっていうのは、はい、うまい本ですから、みんなやってくると思うんですけど、龍拳ガイルはリバサで返されちゃいやすいんだけど、はい、とりあえずやってみようと。そうそう、あの、まあ、前後振りやすいので、はい、まあ、あとコマミスも期待できますよね。そうそう、あの特にこういう大会とかになってくると、うわちょっと待って、弱小竜4連勝。さあラスト1戦、勝った方がジュース。特に竜巻で逃げる竜なんかは、その左右振って竜巻、リバサ竜巻で逃げる竜とかは、はい、腹で前後振ってコマンド出しにくくすれば、はい、食らったりガードしてくれるから、はい、そしたらもうコパンで刻んでから、はい、話を一応にすればある程度のダメージは確定するよね。はいはい。さあルール変更、一本選手よくぷよぷよにもありそうな感じのルール変更だが、さあこれはおーうまい。しかしここは冷静になりたい、まだ体力かかっている。さあ冷静にガード、ガード、ダイヤ足が届く、この足の長さ、これが剣です。いやー取られてしまう。さあカスロー見出したい。
うわー、見られてる。我慢我慢我慢を積み重ねたその先に栄光の勝利が待っているのか。小足から、うわー、張り手、しかし大足、うっ、さあ入った、これはザーザクショールを食らう。しかしまだある。うわー、カラジャンプなじでゲームセット。マッツンさん5連勝でした。あれ、なんとマッツンさんから鈴木の提案が発生。今も勝利せっかく誘ったんだから出させたんだったらね、あのちょっと、あれ今の弱勝利誘ったところは、あれ本田が何やったらいいんですか。コパンやってすぐ中百列やってれば空中で引っ掛けてて、コパンやって中百列 でやると勝利が上に行って落ちてくるところを百列で引っ掛けて空中ダウン、はい、必殺ダウン取れた。空中ダウン取って、でそっからまた何するかするか。あ、なるほど。さあバイプッシュ入りました。カイジの世界ですね。周りの世界はざわざわ言ってませんが、お、マッツンが俺のジュース代も稼いでくれるのか。なんとジュース代もバイプッシュになってしまうのか。いや、これあれです、バイプッシュした側はマッツンさんの方です。さあ、あ、こういう感じですね。そう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 。しかしめくり台形から膝が入って、今度はコワコワコワ3発はしっかりガード。さあ張り手で落として、腹は昇竜が出る。マッツンさんは出ます。まあ、今の腹はしょうがない、出されても。うーん、おっと張り手張り手、うわー、これはオカマがガード、ガードして、さあ昇竜で吸って、これは一度飛ばしている。どうする、うわー、追いつけなかった。まあ、勝利ほとんど出るんで、最初は出る前提で高め早めの大キックで裏打ちで疲るようなめくりを見せといた方がいいかもしれない。あ、なるほど、一つの選択肢じゃなくて、そうそう、とりあえずこういう選択肢もあるんだぞっていう、まあ、迷わせですね。松浦さん、さっきの、ここでの試合もそうだったんですけど、めくり中キックやった時に勝利で空ぐらしてたので、やべって思いましたね、心の中では。さあちょっと台足払いが確定しない場面が少し増えてきたような気がする。そうですね、本命を通すためにやはりいくつかの択を2個3個4個とやっぱり見せていった方がより相手も迷いやすいので。うわー、かかとこれはあれ、しゃがんじゃいますよね、なんかあのかかと、なんかサードでいうところのかかとをしゃがんで食らって陣内まで入るみたいな、そんな感じですけれども、まあストスの場合はかかとだけで終わるのでまだ優しいですね。まあ入っても台足くらい、最大ではないんでね。ただでも精神的なダメージありますよね、中段をガードできなかったっていう。さあこれは画面弾いた、固めで飛んだところはしっかり大昇竜で横伸びで落とすと。さあピロシさんが精神的に参ってなければいいが、ユリッチの剣だと思ってちょっと気軽にやってみると急にさあ開幕やはり剣が下がるが正解にも見えますが、画面端が近くなるのであんまり美味しくはないのかな。まあでもね、そんな怖くないんだよね、剣側は多分。まあ、やっちゃ嫌なんだろうけど。はい。まあ、落とし手段が、剣側はいくつもパーツが揃っているので、そういった意味で、さあ、うまいですね。波動を連続で打たない、中パンチとかでしっかりと様子を見て、波動波動で、うわー、昇竜。そして画面も押されていく。苦しい苦しい。どうする？本田は立ってもしゃがんでもやられ判定があんまり引っ込まないので足払いを透かすっていうのが難しいんだよね。あ、そうなんですね。さあ今のは投げに行かおうとしたところで昇竜が入ってしまう。確かにそうですよね、本田ってやっぱり
画体がかなりデカめなので、うわー冷静逃げてや、いやこれはもう全然全部ガードでいいだろうと言わんばかりの冷静さ、崩すのが難しい、体力リーダーを生かしていってますね。さあこれは別にガードでもいいと。さあしかしこうなるとは言えない、昇竜を2回出してくれたのに、しかしあ足払いのスカリに、あれ足払いのスカリ何が入るんですか。いやあの前だと、はい、多分出しておけば百裂がピッと触るぐらいで、はい、通常技はもう入らないです、当たんないです、あの場合は。そうなんですね、あれ弱張り手でいいんですかその場合は。あいや届けば弱でいいんだけど、はい、中を出しとかないともう間に合わない。でもそれ食らっちゃうと多分ね剣の足払いがかくっちゃうんじゃないか。そうなんですね、わかんないけど、あ確定からの確定がお互いあるっていう状況だと確かにあんまり美味しくはないですね。あ表から昇竜烈破まで飛び込み竜巻足払いの足払いを食らってんのは、立ったりしないで、あのガード頭突きを入力すれば、ガード頭突き、うん、それはあの踏み込み台足払いってことですか。あだからレバー前入れて戻してからパンチ押せば、はい、まあ割り込めるときは一応出るけど。あそうなんですね、食らないでガード頭突きなんていう技術があるんですね。 あるある、へえ初めて知りました。やはりまだまだ僕もスト2に関してのこういうなんか細かいところ、うん、まだまだ全然知識がないので、まあ、何を入力して足払いを食らっちゃってるのかわかんないんだけど、はい、うん、ヒロシが立っちゃってるから、まあ、うん、これは勝利入りますね。さあ残り0ドットだが、お冷静コパン、さあヒロシさんが1ラウンド先制はこれで初だ。冷静ですよね足払い体育。まずいやーうまいなあれがね、きついね小足大足波動、ここまで割り込める要素ないですよね、ほぼほぼ。あの小足に来てる時に大パンで思い切って前に移動して着地で大位置を押すとかもできるんだけど、あーはい、そうすると及び腰になってきてちょっと距離を取って小足台足やるようになるから、はい、その時の台足は結構スカるんで、あその時がじゃあそれもまたあれですね、見せる感じでまたやっていかないとっていうところですね、攻め方として。なるほど、垂直ジャンプ大パンチで前に出とけば着地の隙はゼロなので、うんうんうん、剣が投げ前まで入ってきちゃってたら台足払いはそのまま大いちょうで据えるので、おそういうのをちょっと見せとくと剣が及び腰になってちょっと遠いとこから足払い波動をやりだすから、そうすると大足をつかることもあるので、見えてくるっていう、そうそう絶対何もしないんだったらもう結構めり込んできて出してきちゃうから。確かにそうですね、今の小足の判定の出し方も割と結構膝から下あたりを当てにいってる感じの小足を出してるので、あの結構踏み込んでますよね、先端ではないので。やっぱストツーって、まあ、心の駆け引きもあるんですけど、いかに、まあ、そのキャラでどういう技を見せていくのか、特にこういう連戦の場合は、それがかなり肝になってきますね。僕も割といろんな人と、40、50戦くらいやることは多いんですけれども、やはり、同じパターンだとそれを見て相手が自分のその攪拌をどんどん取っていくので、やはり違った行動をとりあえず見せておくだけでも、その行動が仮に食らったダメージだったとしても見せるだけでも全然行動が変わってきますので、ね、毎試合見てちょっと変えたりしていかないと意味がないからね、何百回やっても、まあ、そうですね、詰まるところ、うおっと、あーあれ終わり？終わりですかね。松江さん10連勝で終了です。お疲れ様でした。まあそうですね、まあ心と心の読み合いが発生するストス、なおかつまあレバー操作でやるので、まあよく格闘技とかスポーツとかそういう身体的の
そういう、まあ、体力的にもそういう差は生じにくい競技ですので、まあ、そういった意味では熱いですね。皆さん師匠のあれはやらない。いやもう引退してもう曲げ落としたので今は一剣使いとして。やだよ、恥ずかしい。せっかく昇龍とか一文字と大吉を誘って出させてるんだからそこを何もしないっていうね。だからスカル前提で中百列置いとくかちょっと歩いて鴨を入れるかしないと、ただね出されてるだけだから。俺は手が動かないんで無理です。お、皆さんお願いします。1回だけ勝っても負けても1回だけ1回だけお願いしますよ。やってくださいよ。ピロスさんがお金出してくれるらしい。ピロスさんが50円を用意してくれている。さあさあ師匠としてニーヤーさんが店に行く。いやね、無理なんすよ。いや見てましたけど、ね、かなりきついですね。無理なんです本当に。ピロスさんの中でマッツンさんに勝てる組み立てが多分全くできてません。難しいですよね。超上級者になると特に本当にそれを組み立てさせてくれない立ち回りになってるので。さあ踏み込みはしっかり勝利で勝ってくーぐらいにはならなかった。さあ小足から弱勝利、これは完全に新谷さんがしているだろうと。壊しも、わーマジ波動壊し、なんだあれ、足分ってやつ。と、釜ですね。釜、うん、足分ってやつってまだ目言えてないっていう。ナタじゃないよね、釜だよね。ナタ、釜、ナタじゃないよね、ナタはあれだもんね。はい、釜だと思う。剣って足払いの人でいっぱいありますからね。さあ、厳しいぞ、どうする。やべえやべえと言ってる。そうです、これです、この子、わー踏んでしまう。しかし、まだあるのか、あった。いや、これはなんだかんだやってくれましたね、1回って言ってました。ありそうですね、っていうかさすがに新谷さん見てて面白いわ。いや、この2人がまあ、当時は僕がそうですね、始めてた頃はだいぶ2人やってるの見ましたけど、はい、2人で本田健やってるのはすっごい久しぶりに見ます。へー、4年ぶりぐらいかも。4年ぶり。さあ上に飛ぶのは分かって、竜巻とかがあるんで。そうですね、浮かずに1回あれを見せられると、え、垂直もダメなのみたいになるんですよ。まあただもしかしたらあれはあくまでも1回だけその上を封じるためのものだと考えられるかもしれないので。うまい、あいう打ち取りってます。うまいですね。さあ新谷さんが1ラウンド選手、早い段階で1ラウンドを取って垂直で避けて、さあ歩きでしっかりとガード。これすごいのが、はい、まあ小波動は避けるべきだと思うんですけど、はい、それの間の大波動とかもまあたまに避けてるんですよ。あ、そうですね、確かに。まあこうやって食らってるのが、まあ、食らってるのもあるんですけど、まあ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 、でも確かにそうですね、画面こう見てると大波動もヒュッて避けてる時ありますのでね。で、これがうおあーあーこれがね、死ぬんですよ。しかしめくりじゃなかったからかな。あ、そっか、めくりだったらドミッチャクからになるんで。しかし厳しい。ああ、まだが使って。いやでもこうなったらもうラリってドスコイでしょ。ラリってドスコイでいいと思いますね、さすがに。いやー厳しい。ということで帰ってきてしまいました。はい。ということでマッツンさんに勝てるホンダはやばいということです。そうですね、マッツンさんが12連勝。人読みはもちろん発生しております。長年の人読みでございます。そんな戦は長田小学部と新谷さんのご縁で。そうですね、マッツンさんはもともと
昔から永田さんと、永田さんはエクソンダもやりますし、新谷さんとやってますんで、僕個人的に永田さんの S ホンダじゃないですか、でも X ホンダもかなり怖いんですよ、永田さん。いや強いですよ。いやあの X ホンダに憧れたところもあるんで、圧力がやばいんですよね。なんでね、同じ色にしてるんですけど。じゃあ松井さん、憧れた上であのホンダはダメだな。間違いないですね。ということで、見苦しいものでお見せして申し訳ございませんでした。ニーヤーさんはいいんですが、あの見てて面白かったです。ペロスさん、ジュースごちそうさま。リンゴジュース美味しいです。先日バーサスでもよこれがやられましたので、僕がまた喉乾いたら誘うんで、あのよろしくお願いします。でもまあやっていただけるだけ僕はありがたいと思ってます。やはりはい、こうまあジュースがかかってても、はい、やはりこう対戦できるっていうのはありがたいことですよね。しかもでもあれはちゃんと5回じゃなくて倍にしてやってんだろ。前回の倍にして、そうですね、前回も5回と決めて倍で10回やったんですよ、はい、あ、そうなんですね。で松井さんの優しさが、今回も5回だったんですけど、まあ同じくということで、前回はだいぶ久しぶりにやったんですかね。その時になんかだいぶ僕がちょろちょろっと集めた、まあ、勝ちまでは至らないようなネタは出してしまって、今日までに考えたことは特に、まあ、なんか一つ行動を咎められたところはあったんですけど、まあ、そこぐらいかなっていう感じで、さらにきつかったですね。ピロシ君の間ね、ホンダはね、はい、ホンダのくせに軽いんだよ。いや、わかりますよ、それは。なんかね、あ、やっちゃったみたいな感じ、そのワンミスからね、あ、みたいな感じの、なんつうんだろうな、あ、こっからさ、どう立て直そうかなっていうのがね、今んとこ、まだ、ね、そこが。そうですね。それ、割と全キャラ戦そうなんですけど、こと牽制に関しては、特に何も見えてないですね。何も見えてないは言い過ぎかもしれないですけど。いや、なんだろうな、ホンダのくせにね、そう弱気、負けいつまでそこにいるんだ、負けキャラって別にホンダ自体が負けキャラとかではなく、その組み合わせ上負けキャラのくせに、見てからどうこうとか、これにはこれとか、そのリズムで、その普通にやろうとするんだ。普通にやったらもうキャラ負けてる組み合わせなんだから、自然の流れで、ごくごく自然な流れで、もう卵からひよこが生まれるぐらい自然な流れで、普通に死ぬんだよ、普通にやっちゃうとな、うん。なので普通にやる必要がないのにとか、あとさっきアニメとかも言ったけど、せっかく昇竜拳やらダイヤ縛らやら空振らせるように立ち回ってて、まんまと空振ってくれてるのに、あ、空振ってくれた、じゃあみたいな、それじゃ遅いわけよ。でも準備しとかないと。そう、準備っていうか、むしろ空振ることの、空振ること前提ですで動いていて、で空振らなかった、もしガードされたら、おい我慢かよと、何我慢してんのこの剣みたいな。そう、上から目線で行かなきゃいけないんだよ、気持ちだけでもね。すでにキャラ負けてるわけなんだから。それは4年ぐらい前も言われた覚えがありますね。そう、なのになんか空振ってくれたらなと、そのたらればで行くから、あのね、銀と金の銀様も言ったように、そう、もしはないんですよ、もしはもしはないんですよ、会長、もしはないですね。ここでそれが出るかっていう、まあね、分かる人は笑っていただければな。もう空振ること前提で、もしくはそのなんか出すこと前提で、さっきあれでしょ、ニーアーのホンダが垂直ジャンプすること前提で、俺トップスピンやったでしょ。ああ、そうですね、うん、あれは小波動を散々見せておいて、小波動を避けてからの駆け引きを俺が多めにしてたから、小波動をノールックで普通に避けるようになったわけだよ。でもその避けること前提になってたから、こっちはもうストハード、ショーハード打った後に迷わずトップスピンを打ったと。あれもう昔、あれホンダ返せないから、垂直大パンやった時点でトップスピンには負けちゃうので、あれがパリンなんですよね。そう、だからそこら辺を見しておくと、たかがショーハードを見てから垂直ジャンプできるホンダもちょっと躊躇するようになると。
そうですね、悩みますね。あとは普通の竜巻とかもあるんで、そう、躊躇してから避けるようになると剣がより一層前に歩いていってからどうこうっていうその流れを見て本田の動きをより見れるようになるので、まあ、より剣が伸び伸び波動拳も打てるし垂直ジャンプで避けた後の本田のことも処理しやすくなるとという感じなので、その自分に都合のいい展開になるように相手をもうね、ピロシ君もね、いい加減なあれですよ、自分の自キャラ、ホンダの例えば何か空振ってか100列だったりとか、はい、あの話多いちごとか、そこら辺のね、自キャラの操作はもう十分、十二分できてるので、いい加減ね、相手キャラを動かすようにした方がいいんじゃないかと、今ね、やってくれ、ヒデ君とかみたいな強いキャラ、そう、あの強いキャラ、ブン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 振ってれば、勝手に相手が動いてくるキャラクターの場合は、そういう攻略は不要なんですよ、強いコードだけやってないんだから。まあ、ホンダでもそういうキャラはいますけど、あの猿にラッキョウ1個渡して一生向いてるみたいな感じで、もう一生飛行機乗ってるだけなんで、そう、特に何も考えず、あのなんだろうね、あのセンターに入れてスイッチ、センターに入れてスイッチじゃないけど、もうベルトコンベア、ベルトコンベア式は工場の仕事みたいな感じのノリで、強いキャラはそんだけで勝てるんですよ、それだけで勝てるからこその強いキャラなのね。で、弱キャラっていうのはそこをなんとかしなきゃいけない際に、そのベルトコンベアをうまく自分の都合のいいようにその回転を変えなきゃいけないわけなんだよね。そうですね。で、見てからどうこうってしようとすると、今言った飛行機見てから飛ぶと垂直大キックとかそういう感じで後手に回ってしまうというか、見てから行動は逆にその強いキャラの思うツボなので、良くも悪くも見ないで行動しなきゃいけない場面が訪れるんだよ。で、ただただ闇雲にぶっ込むとそれは死ぬだけだから、ちゅうことでさっき言ったみたいに自分の都合のいいように動いてもらうような立ち回りをしつつ、そうですね、そこで画面見ないで、もうどうせ打つでしょと。その辺はこの今画面に映ってるホンダはトップクラスでやってくると思いますが、とね、結局ね、相手も人間なので、まあそうですね、さあ、飛行剣、飛行剣、実際この飛行剣連打、ひたすら飛行剣、今のとか、その垂直じゃ大キック、まあね、落とすでしょみたいな感じの上り中キックなんですよ、地上につなげる気全くありません的な、さあ、今の一気に持ってったいい流れでしたね、ああいう感じのがね、ピロシにはね、若干足んないんだよね、その強引さが。多分チュンリー戦とかに比べても全然足りないですね、剣戦は特に。あれだね、お前ファミコンのさ、キャプテン翼とかやったことない？やったことあります。やったことある。やったことあったらヒューガがどんくらい強いか分かるだろ。分かります。強引なドリブルだよ。お前足んないのは強引なドリブル。あれは最強ですから。ガッツゼロでいけるからね。ゼロでいけますからね。あれ最強技じゃん。最強技ずるでいいよそれみたいな。僕は結構キャプテンとは好きなのでやりましたからでしょ、はい、だからそうピロシに頼んだ。ピロシ以外でもその弱いキャラクターというかね、組み合わせのね、組み合わせ上相性の悪い組み合わせで勝てない勝てないって言ってる子たちはあれだね、あのいい意味でのヒューガイズムが足りない。完全に画面見ない、ただただなりってだけ、それ捨てゲーだからそれダメだよ。まあそうですね、永久に100巻を打ってみたら、そういうもんだったらバンザイアタックじゃん、うん、まあ当たればみたいな、当たればいいか、それって続かないし、相手もなんだこいつみたいな感じので、あの相手も精神的に、あ今なんかいい感じで動かされちゃったなみたいな、その相手の心が折れないんだよ。強キャラをまず倒すにはね、画面上のキャラクターを倒すよりもそれ以上に大事なのは向こう側に座っている対戦相手の心を壊すことが重要だね。そう、まあ人はありますね、確かに。普通に殺してもさ、ちょっとやそっとじゃあれじゃ懲りないやつっているじゃん。だからあ、まあそうですね、だこの前の歩き投げで負けたとか、まあ今日はやってないですけど、僕が今日かかとで2回負けたとかが精神的に殺さないといけない、完全なパリーンっていうやつ。だからさ、普通になんかちょちょっとなってなんか紛れでごちゃっと勝ってもさ、あれじゃん、
まあ人間相手だし10回やって、そう100回やって100連勝できるような組み合わせなんかないしねみたいな程度でさ、甘く見られるじゃん。あ、そうですね。そうじゃなくて負けるべくして負けたっていうふうに思わせなきゃいけないから、で、あわよくばそのまま苦手意識持ってもらわなきゃいけないからさ。あ、そうですよね。まあ全然関係ないですけど、まあいつであの WBC のイチローの韓国戦の前の話みたいな感じですね向こう30年はみたいな、手が出せないだろうみたいな、そういう感じで苦手意識をまあ植え付けられるとまたやり方も変わります。強キャラ重視のあれですね、あの海外、海外は特にアメリカですね。アメリカはもう強キャラの強い行動を押し付けて、それが通らなかった時は、ああ運がなかったみたいな感じです。なんか相手を認めるわけではなく、自分のミスを咎めるわけでもなく、ああ運が悪かったみたいな、あんま深く考えてないですね。他のなんでしょう、サードかバンパイアとかあのギルティとか、はい、ストフォー、ストファイブに関しては分かんないですけど、スト2に関しては正直なんか割とね、ずいぶんそこふんわりしてんのねみたいな、さっきそれで君死んだじゃんみたいな、まだそれやるのみたいな、よく言えばスタイルを貫いてるけどっていうところなんですかね。なんか自分が返せない行動イコール強い行動みたいな感じので、だあれだね、モアバルみたいなもんモアバルさんは自分が投げはんの、あの飛び込みからその投げとか、その当て投げ返せないから、当て投げが最強だって思い込んでるからさ、うん、いや返せるっちゅうのみたいな、だそれしかやってこないじゃん、うん、いやー剣戦はでも最近剣の方も増えてきましたよね。一時期確かに一時期はもう本当できないかったので、いきなりいろいろすっ飛ばしてマッツンさんとやるみたいな、いいんじゃないところだったんですね。最近ミヤ君が頑張ってるなって感じですけど、なんかああそれでまあミヤさんとかもそうですし、なんか剣の波動を見る機会が増えたのはいいことなんですけど、もんまあそれであんだけバシバシ当たってる世話ないんですが。ああバルログがきつい、バルログがきついですね。セレス当たっちゃって、さあゼロドット、あこれ死にかくか、チュニー強キャラだな。吉尾さんあれですね、今日 の NVC ランバーと優勝というニュートンのあのツイートを自らリツイートするという、自分の勝ちを宣伝していくスタイルですね。吉尾さんいいですね。今は横で温まってますね。あれは誰とやってんだ。さあバルログというキャラクターは確かにイカれてますね。あとはね、バルログはね、バルセロナがのターボぐらいの時代みたいに当たってもダウンしないだったらまだ良かったんだよ。ぶっちゃけそんだけでいいかな。よく言えばあれだけど、あの S バルログみたいに、なんだっけ、疲れてらか、あれがないとかでもいいけど、もうちょっとね、そう捕まったらもうおしまいぐらいの、そんぐらいのあれが欲しいよね。ちょっとなんかいろいろ持ちすぎというか、うん、あとスライディングも長いよね。スライディングはダッシュとかターボ、今ねハイパーストスやと分かんだけどね、バルログのスライディングってね、思ったよりね、あれなんかダッシュのバルログのスライディング短くねみたいな感じの、 X がねちょっといろいろ、いやまあ落ち着けてっていうぐらい、あとあれな、やっぱ爪拾うのはなしだよな、バルログがな。だってこいつ形上さ、ナルシストっていうかさ、汚いものに直接されたくないからっていう理由で爪つけてるし、でその爪で引っかいちゃうものが血出ちゃうじゃん、でその返り血浴びたくないからっていう理由で仮面つけてるから、ってなったら一回落っことしたもの、バルログとしてはもう、あ
もうゴミみたいな感じじゃん。そのゴミ拾っちゃやべえわけだよ。新しい爪でも買うかみたいな。そう新しい爪をあのなんだポケットから出すとか。あ、まあ、あ持ってんのみたいな。あ、まあ、あるなら出せ。そうあるなら出せよみたいな。拾っちゃやべえだろみたいな。なんか爪を出すのとか、あ、5でしたっけ？なんか爪出したりしまったりして、あ、なんかEXかなんか、あ、5はあれだね、爪自分で好きなようになんか装着したりするね。あれ面白いよね。はい、あれはなんか、うん、面白いなと思いましたけどね。武器持ってる自体優遇すぎる。まあ、たし。まあ確かにね、武器持ってるってこと自体がねいいなっていうキャラクターではあるけど、そうなの入るよ、そうさあ、もう間もなくあれだね、あの12時、もうちょっとでカプコンさんアップデート待ってますって、多分一生待っててもね、ないよ。もう起きようがないですからね。このこれに関してあれじゃなんだっけ、あのスイッチのウルトラスト2、ああはいはい、そうなの、そろそろ電車が僕自身もやばいのと、じゃあ明日早いんだって本当に。さあ明日どこが優勝するか楽しみですね。最悪。いや、俺は3人でもいいから。いやね、許してパッチ当てです。パッチはね、あ、その結局ね、非公式というか結局同人なので、それはつまんないんです。やはり公式というかね、普通にそのなんだろうね、全員平等にどこでもゲーセンさえ行きゃできるって、その状況がやっぱいいと思うんで。あ、そうレインボーだとクソゲーなんで。いや、とりあえず、あ、やばい、好きな人もいるっぽいから、あんま余計なこと言えないや。ないんですよ、あんま。吉尾さんにタバコをかつあげされようとしてますが、吉尾さんあれじゃないですか、タバコ欲しいと場合はピロシさんと会えし、あの、じゃあ五先やろうよって、そのとおり五先で解決ですよ、すべて。僕らスト2プレイヤーですから、何をするにもスト2で決めましょうよ。だいたいタバコを取られるんですよね。それ僕のですよ、どう見ても。それどう見ても僕のです。スメンソールじゃないけど、そうですね、あの一つで何でも解決でいいんじゃないですか。今度僕もあの喉乾いた時には吉尾さんにちょっとケンガエル戦やりませんか。ああ、ね、ケンガエルなんで、ケンガエルなんで、まあ、吉尾さんが3回勝つまでの間に僕1回勝てばいいですよね、ああみたいな感じ で、まあ、です、ね、逆で、まあ、そういう感じで、まあ、今日なんて本当、あのプレイヤーのあれとかじゃない、もうそこはキャラクターのレートで平等に考える派なんで、今日はあのキャラクターとプレイヤーのレートを加味してっていうことなんての5ですから、あ、サガットで5分5分、あ、別に全然いいですよ、僕最近サガット戦大好きですから。今のところでも言うても、僕がちょっとサガット戦を学んでからの吉尾さんとのサガット戦は、まあ、大した数やってないですけど、今のところ、ま、ゼロ負けですからね、今のは勝たせていただいてるので。あ、そうなんですね、はい、結構な剣使いに行けると吉尾さんが言っておりますが、さてと、練習しないとやばいので練習します、少しだけですが、はい、あ、そうですね、もう間もなく終わるんで、はい、じゃあ残り時間あともう5分ぐらい、勝手に消えたらそこで終了という感じで、さあ、今プレイしてる皆様ももう間もなく日付も変わるイコールお店も終わるということなので、明日に向けてあとはイメージトレーニングで頑張ってください、な感じ でお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はありがとうございました。ありがとうございます。